はいはいね、始まりました。はい、空想レストラン。空想レストラン、ね、そんな名前なんですか。空想レストランでも大体固定していきたい固定してきて固定していきたい、うん、なんか呼ぶたんびに名前違うのもちょっとね。そうですよね。聞いてる人も、混乱するので、空想レストランでいきますよ。空想レストラン2回目にしてちゃんとあのタイトルが決まったと。決まりました。はい、はい、この前のは打ち合わせみたいなもんね。打ち合わせみたいなプレイやからあれ。プレイですから、ね、プレイやからプレイでしたけど、なかなかいい、うん、もうガッツリ食ってたけどね。ガッツリ食ってなかなかいい感じに仕上がっててそう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 、自画自賛、自画自賛もかなり自画自賛出来上がった。あのプレイの音源を帰りの車で聞いて、うんおもろいやんすぐメールが来たっていう。そう、面白いんじゃないかなこれって。ながら聞きするのにはちょうどいいな。ちょうどいい、ちょうどいいっていう感じのね。でも時間的にもね、なかなかちょうどよかった。ちょうどいい感じでね、はい、あれまあ、あんな感じでええんちゃうかな、いいんちゃうかな、まあ、他の人がどう思うか関係ない。そうそうそう、自分が楽しければいいんですよね。そうそうそう、楽しく喋って美味しいもの食べたらそれでも、ね、それでいいんですよ。いいのでそれでいいんです。はい、はい、今回2回目ということですね。はい、自己紹介してませんか。あ、してませんね。はい、堀江でございますよ。ゆうじです。どうも。よろしくお願いいたします。そう、2回目で、ね。2回目ですね。はい。はい、1回目はナポリタンっていうことで、ね。ナポリタンね。もうズル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 言わせない。あの、食べてる音が腹立ったってものすごい言われた。あ、そうなんですか、うん、あれが面白いんですね。そうそうそう。食べてる音が、もうそれ聞いてるだけで腹減って、もう腹立ったと。腹減って、腹減って腹立ったと。夜中にどうしようか思って、はい、冷凍庫を見たら肉団子の甘酢があったからそれとりあえず食べましたみたいなことを。なるほど、残念でしたねナポリタンなくて残念でしたね。なんないもんね。思惑通りですねそうそう、してやったり悔しい思いをねさせてやりました。はい、はい、まあ、そんな企画ですけども、2回目はね、2回目ですけども、まあ、ちょっとあのね、前回あの予告みたいなこと、そうそう、ちらっとね言ってましたけども、はい、卵かけご飯ちゃんと言いました、ね、言えてないか卵かけご飯でね、はい、滑舌よく、はい、卵かけご飯ってまたシンプルなところ、もうシンプルですよ。シンプルがゆえにね、なかなかそのこだわりがね、皆さん、そうですね、扱いが難しい、扱いが難しいね、卵とご飯、そうやね、正味卵とご飯だけですから ね、 そ、 ね、それをどうするかっちゅうのでね、まあ聞いたらね、ああそうすんのみたいな話がいろいろ出てくるわけ。出てきましたか。もう、あ、そんなことするとは思わんかったみたいなね。卵かけご飯言うたらもう、なんや、卵とご飯。そうそう、ね。お醤油ぐらいなもんやと思ってるんですけど ね、 ね。なんかちょっとこう、漬物でもみたいな話かなと思ったら。あ、はいはいはい、あ、そうみたいな、ね。あ、そうみたいな。うん、そのもうご飯と卵っていう時点で、ああそうみたいな人もいるわけ。そうなんですか、うん、だってあの聞いたらね、はい、冷やご飯に、冷やご飯に卵を乗っけて、乗っけてあまり崩さずに食べますという人にね。んどういうことですか、ね、どうなってるの。あまり崩さずに、もうだからそのデロンとポコンって割ってジュルジュルってジュルジュルって冷やご飯で、それは何もかけずに、いやもう醤油はかけてない。醤油はかけてるんですね。なんかね、それがずっと好きなお父さんがいはって、はい、家族にはええって言われてはるらしいよ。ええですね。まあ想像の範囲を超えませんけど、何ですかね、崩さないわけですよね。みたいよ。崩さなかったら、おおむね食べ始めたらずるんと全部いっぺんになんかジュルって来そうやけどね。ジュルっと全部来てしまい、白、黄色みたいな感じになる。で、また白みたいな感じになりそうですよね。なんかね、それが好きでずっとそうしてはるお父さんがいはるそうです。なかなか面白い、まあ、それも試すんですか。いやいや、それはちょっと冷やご飯がないので。あ、なるほどね。炊きたてしかないので。炊きたてがあるんですかね、うん、まあ、今日はね、いろいろ乗せるもんを、はい、ね、お互いにこう持ち寄って、はい、で今並んでますけども、はい、ユージもいっぱいちょっと考えてきて持ってきましたよ、うん、面白い、まあ面白い、そうやんな、こういうのが出てくるよね、まあ、そういうことですよね、っていうね、ね、気になるでしょう。気になるやろ。まだ言わへん言わへん言わへん。音とか鳴らしてみようかな。なんやろなんやろ、聞こえへんなんやマラカスみたいな音してるから大丈夫か。はい、で、まあ、あの卵かけご飯、そもそもこれ何面も言いますけど、あの、うん、滑舌大丈夫です。大丈夫や。滑舌って言って俺の滑舌もちょっと大丈夫かどうか。滑舌っていう滑舌がもうやばいけど、ね、難しいですけどね、うん、卵かけご飯ね、はい、もうあくまであれよ、 TKG とか言わへんよ。 TKG 嫌いやねん俺。 TKG とか言ってるやついるんですか。もう嫌やねん。ナポリタンの時もそうでしたけど、うん、生きってるやつが、生きってるやつが嫌い。生きってる、生きってますよね。 TKG って、 TKG 言うたってご飯に卵かけんねんろ。そうですよ。 TKG やからなんか違う食べ物じゃないの。ないんですよ。 TKG って何ですか。あかん、 BBQ みたいなもんですか。あかん、そうですよ、そういうこと、そういうことですよね。そういうことやろ。 そんな TKG って日本語ですよ。卵かけ、卵もかけご飯や、そんなもん。かけ、ね、卵かけご飯、英語で言うたらどうなるんですか。エッグオンライス、エッグをかけ、あ、エッグオンライス、そうやな、エッグオンライス、本来ならだからエッグオンライスだから
EOR やったらまだ分かる、まだ分かるでしょ。いや分からん、分からん。そうか、そうかな。もう何しかね、 TKG っていう言葉を撲滅していきたい、はい、撲滅していきましょう、うん、もう卵かけご飯ってちゃんと言いなさいと。そうですよ。だからあるやんか、締めでどうですか言って、はい、居酒屋さんとかで、居酒屋さんで TKG って書いてあるやんか。書いてあるんですか。書いてあるね。書いてあるんですか。メニューに TKG って書いてある。それはなんかとっても賢いゴブリンみたいな感じでなんかあいうえお作文をするよとかっていうんではないんで。だって下にカッコして卵かけご飯って書いてある。じゃあもう卵かけご飯って書いたらよかったのに ね、 二度手間やないですか。あれはねちょっと許さないね、うん、俺もゴブリンって言うにこと書いてゴブリンって言ったのかもちょっと思いつかなかったんでゴブリン言ってまいりましたけど。まあまあいいけど、はいはい、まあそもそもその卵かけご飯の、はい、一応ね発祥の場所っちゅうのがあるんですか。ありまして、岡山県の、ね、あよかった日本やったそれでなんか中国とかでびっくりするしますけどね。岡山県のね三崎町何回か行ったことあるんですが、 そうなんですか。そこの出身の、はいはい、なんちゅう人や、なんちゅう岸田銀行さん。それはなんか地方の銀行とかではない。違う、四国銀行とかそういうことじゃない、そういうことではない、うん、岸田銀行さんっていうね、はい、なんか従軍ジャーナリストはい、の人軍についてそうそうそうていかはるジャーナリストですね、はい、の人がなんかね、はい、生の卵をご飯にのせて醤油かけて食ったらうまいよ、みんな食べてみたら言って広めたらしい。従軍ジャーナリストとかっていう仕事の人がやってるってことはそんな昔ではないってことなんですか。ではないみたい。そうなんですか、うん、なんかありそうな、卵を生で食べるっていうのが、はい、なかなかなかったみたいで。あ、そうなんですか。なんかもっと昔からありそう。そうやね、卵自体を食べるっていうこと自体も、うんはい、江戸時代ぐらいからやねんって。あ、そうなんですか。っていうのはその、どういうのこう生物を食べたらあかんっていう教えがそのずっとあったりとかして、はい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 、その江戸時代からこう鶏を愛玩動物として飼うように、ペットとして飼うように、うん、コケコッコしちゃう、コケコッコしちゃう、クックドゥドゥドゥしか言わへん。そうそうそう。でそれね、つがいで必ずしも飼うわけじゃないやんか。なるほど。だからメスは無精卵を産むわけ。はいはいはい。ほらその無精卵っていうのはいくらもあっても孵化せえへんわけやんか。ですよね。いやし孵化せえへんっていうことは、はい、生物じゃないと。ほう。そやしこれは食べてもええんやっていう理屈でちょっとずつ食べられるようになったらしい。へ理屈王がいたわけですね。そうそうそう。これはええんや、これは違うと。そう。でそこら辺からその卵焼きとか、はいはい、そういうものは食べれるようにはなったらしいねんけど、江戸か結構ね、その昔のことやし衛生状態はそんな良くないか。あ、まあそうでしょうね。でその平飼いで地面で産んだりするとやっぱりそのサルモネラ菌、うん、なんてもう今日はなんか滑舌が怖いな、ね、サルモネラ菌とかの心配があって、はい、ちょっとでもそのヒビが生えてたりするとそれで当たったりとかする人が結構いたらしい、うん、なるほどね。やっぱり火を通して食べなさい、うんうん、今でもそのねアメリカのね FDA 何ですかそれFDA も読まないわからへん、アメリカ食品医薬品局へえ FDA FDA が卵に関しては麓の大根は甘いよ、甘いねやったらええけど FDA なそういうとこが、はい、卵を食べるには、はい、ちゃんと火を通してしっかり加熱して食べなあかんよって言うてはんねん。なるほど。日本みたいに卵かけご飯で盛り上がるとかもうとんでもない、とんでもない、うん、祭りだってならない、もうお金はもうあかんよって言っちゃって、まあ確かに何か卵はね、そうそう、当たると危険な、怖いらしいから、ね、怖いっていうのはね、言いますよね。今まで一回もそういうメニューおうたことないからね。そうですね、俺もないですね。卵で当たったっていうことは、ね、周りにも結構ね卵で当たった人ってあんま聞かへんのよ。ねえ、どうですか皆さん、当たりました？当たったことある人をちょっとね教えてほしい、はい、どういう風になるのか。なんかでもひどいっていう話は聞いたことありますけどね、うん、だからそのお年寄りの中で亡くなる人も結構サルモネラ菌で当たって亡くなる人サルモネラ菌でねいるらしいから、はい、まあ怖くないといえば違うんやろうけども、 なかなかね、うん、まあでも今日本でこんだけその卵かけご飯がこう普及してるっていうのはやっぱりね、日本のその卵の生産農家の人の衛生管理はすごい努力がね、うん、すごいんやろうなと思って。なるほどね。で普通になんて卵かけご飯にどうぞって言って生卵売ってるやん。売ってますしね。あれはすごいなと思うの。牛丼屋さんとかでも普通に卵、そう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 、生卵出てきますからね。そうあれはねやっぱり農家さんの努力が実ってるのではないかなと。日本すごいな、日本すごいよ、日本やっぱすごいね。
卵生でどんだけでも食べれんねん。食べれますか。逆に食べないことのイメージがない。もう今は今やないですよね。もう日本人はね、そのことほどさように、その卵かけご飯が、卵かけご飯が好きなわけですけども、南極の観測隊、南極の観測隊、なんかまだとんでもないとか飛んできましたね。南極観測隊、南極観測隊もうあかんな、公共怖いわ。こうやっぱ年に何回か補給物資としてこう、はい、送られる中に卵がやっぱり入ってるらしくて、生卵ってその冷凍できへんから、そうですね、長期保存ができへん、はい、だからもう持っていった卵は大丈夫なうちに食べなあかんわけ、はいはいはい、だからもうね、やっぱそれを待ちわびてて、卵が到着するとご飯炊いて卵かけご飯しはんねんって するやいないやですよね。でもそうしてまでも、でも卵を食べたいんですもんね。食べたい、うん、いや持ってくんやったら長期保存はできへんけど卵持ってきてくれてはんやろ。なるほど、そういうことですよね。 それがすごいなって。やっぱりね、みんな卵かけご飯好きね、日本人はね。大好きですね、うん、でですね、はい、そんな卵かけご飯を広めるべく、はい、広めるべく日本には、日本には日本卵かけご飯シンポジウム中シンポジウム開いてしまった。イベントが、イベントがあるんですね。もうね、去年なんか10月ぐらいにいつもやってはるみたいな、結構見てると、はい、去年でもう9回目になって、9回目もう9回やってるそこそこやってるね。で今年記念すべき 10回目、卵かけご飯フェスとかになるんだけど、どうしはんやろと思って、ね、でそれもね、そのさっきの、発祥の、はい、岡山県美咲町がやってんのかなと思ったら、違うんや。違うね。違うんですか。島根の、島根県の雲南市っていうとこがやってまして、はい、あれそれなんかそこの第三セクターで、はい、そのおたまはんっていうね、卵かけご飯用の、うん、醤油、ああお醤油、ね、を作ってはんねって。おたまはんって言うから、うん、卵のあれなんかなと思ったら、ね、結構ねまだおたまはんなんかそこそこ売ってるわ。ああそうなんですか、うん、行くとなかなか売ってるので、あれか、それの要は反則というか、そうみたいなんで、多分始めはったやろな。なるほどね。それがまあそのえらい盛り上がってしもて、はい、今やもう大イベントに、大イベントなりつつありましてですね。でそのみんなでいろんなとこの卵かけご飯を、はいはいはい、それでも岡山入ってないねんで。あ入ってないんですか。岡山来はらへんねんで。岡山はどうしたの。何やろ、発祥の意地があんのかな。なんですかね、うん、そんなん寄らへんそのお前らは醤油売りたいだけやろ多分。でもね、これ岡山が嫌がってんのは、はい、その日本卵かけご飯シンポジウムの中でも、はい、卵かけご飯を TKG って呼んでしもてる。なんやと。それがある。じゃあうちらも行きませんそんなとこ行かへん。今ちょっと興味湧きかけたけども、そう TKG って言ってるやつはあかんよ、あかんよ、うん、もうなんぼその日本卵かけご飯シンポジウムってもんね、すごい名前がついてても、はい、TKG はあかん。 TKG シンポジウムなわけでしょ。要は撲滅していきます。撲滅していきますよ、はい、もう言いませんよ。もう言わへん、もう言わへん、もう言わへん、二度と TKG になって言わへん、今言うたっていうネタね、はい、でまあまあその内容はね、はい、卵供養とかあったりするけどちょっと面白そうね。卵供養、うん、うん、まあいっぱい食べてごめんなさいじゃないけど、卵を食べたり、はい、卵をそのどういうの生活の糧にしてる農家さんが集まって、はい、卵ごめんなさい供養しはるみたい。それはでもやっぱりでも岡山発祥の地からすると、うんうん、だってあれはやっぱり卵はもともとはほら無精卵やから、これは生き物じゃないっていうところから始まってんのに供養する必要ないもんね。供養する必要ない。それもあるそれもあるんやな。そうなんかな、分かんないですけど、ああなんかそういうシンポジウムもいろいろ開かれたりとかして、なかなかねやっぱり日本国中で卵かけご飯どこ行ってもあるもんな。ありますね、まあ、ご飯あって卵あったらできるから、できますね。卵もほんでね、そうやね、どこにでもそうや、ね、やっぱり田舎行くと美味しい卵って絶対あるから、ありますし、ね、やっぱりそういうのが。だからその岡山のカメッチっていうお店なんやけどな、あ岡山の今度は美咲町のカメッチっていうその発祥の地で始めはったお店があってですね、はい、で300円なわけ、セットが、セット、うん、はい、でご飯も卵もおかわり自由やね。へえ、300円で、まあでも体にあんまり良くなさそうな雰囲気もちょっと漂ってますけど、行くと5つぐらい食べんねんけど、うん、こうご飯と卵の割合あるやんか、はい、やしその大昔行った時は、はい、ご飯は有料で、うん、卵はもうこう山積みにしたって、うん、勝手に食ってくれっていう状態って、はい、
でその2個ぐらい卵落としてジュルジュルで食べてたわけ、うんうんうん、多分そういうのでもったいないことするやつがおったんやろね。うーん今はあのご飯と卵を1個ずつ、うん、ご飯1杯につき卵1個のそのおかわりっていうやり方をせなあかん。なるほどね。だから卵の割合どうするのって言ったらご飯ちょっとめにしてくださいとかっていうので、なるほど、調整せなあかんらしくて。へえ、カメッチ、カメッチいいよ。まあ近いところでやったらこっからね、伊豆市の方へ行くとこに、カメッチ、カメッチじゃなくて、カメッチじゃない、あのタンクマっていうね、タンクマ、うん、あの卵が美味しいなんか動物っぽい人多いのかな。そうやな、そういや、そうやな。あのとこがありまして、そこはもう350円のセットでご飯のおかわりは150円もするんやけど、はい、卵はもう完全タダです。そうなん、何個でも入れてくださいみたいな。ジュルジュルにして食べます。それカメッチだとかタンクマだとかちゃんとカメとかクマとか関係ないですよね。鶏の卵ですね、うん、卵、そうやね、カメの卵では多分ないと思う、うん、結構大きかったから、うんうん、大丈夫です。で、まあ、他のその卵料理、はい、だプリンとか、はいはいはい、あのね、だし巻きとかっていうのもいろいろそういうところで出してはって、はい、行くとね、な田舎行って卵かけご飯って見ると酔っちゃうよね。酔っちゃいますか、うん、昼飯もうちょっとしたら昼飯やでって思ってても酔っちゃう、ね、なるほど、堀江いっぱい出かけますもんね。酔っちゃうと5つぐらいやっぱ食べる食べますよね、うん、ほんでこんなになるよ ね、 そうやね、コレステロール値が高いから、ね、今日はダメだ、もうあかんな、今日はダメだ、はい、というわけでですね、はい、まあ、栄養的なもんも、栄養的なもんちょっと気になります。そうだね、そうですね、卵かけご飯ありますけども、はい、ね、実は実はなんかね、イメージ的に、うん、こう熱通して食べるより生でそら食べた方が栄養が高いやろと思うやろ、はい、なんかね、マッスルな人もなんかドロドロっていってそうですもんね。なんかロッキーみたいな感じやんか、はいはい、あのね、生で食べると、はい、その卵の体に吸収される率は 51% あるんやって、はい、51%、 それが高いか低いかちょっと分かんないんですけど、加熱した卵は 91% 吸収される。よし、加熱万歳ダメじゃないですか吸収率悪いじゃないですか、 おかしいな、吸収率悪いしコレステロール値高いしあかんやんかみたいな、まあまあ、でもうまかったらええよ、いいんですよ、そこなんか、そんなこと気にしてたら、ね、そんなこと気にしてたってね、知ってますか誰に言ってるそんな気にしてたって死ぬときは死ぬんやん。大体ね、美味しいもんって体に悪いよ。うん、まあそうね。大体がね、大体がうわこれうまいなと思うとね、やっぱ体に悪い、うん、大体そういうもんやまあなんかいろいろ語弊があるかもしれませんいやいやもうね、それでそれまたあの「よう」とか入れなあかんかもしれないけど、大丈夫ですか、分からんけど、うん、まあ、まあ、これな、個人の感想、個人の感想やからですけどもね、まあ、はい、大体味に特徴のあるものはおおむね体に悪かったりしますね。そうやね、そうやね、うん、もうだからそのリスクを背負ってでも食べたい、そうですよね、卵かけ本なんかもだって1日に5つも卵を食べたらあかんとか、あかん、ね、だってあのパックの半分食っちゃってるわけですね、さあかんわ、あもうそれでも食べたいので、食べたい、もうしょうがないです、しょうがないですね、もうこれからも、どっか寄ったら5つぐらい卵食べていきます、食べます、はい、はい、でね、はい、まあこれ第2回目を第2回目をやるにあたってですね、はい、1回目をそのまあ聞いていただいた方々から、はい、お前らでは知恵でんやろうから、なるほど、なんかいろいろ教えてやろうと、うん、なんか上から来たな、うん、ちょっとまあ教えていただいた本がありまして、はい、やっぱさすがにね、いろいろ皆さんこだわりが、うん、なんかちりめん山椒あるやんか、ありますね、うん、あれ乗せて食べるって言わんねんか、はい、ああなるほど、ちりめん山椒なって、ええー、な、うん、なかったら、なかったら山椒かけます、うん、山椒の粉、はい、あはいはいはい、うん、粉末の方ね、粉末の方、その山椒粉じゃなくてね、そう、ああそうなんやと、ちりめん山椒の代わりに山椒かけていくんや、うん、それ代わりっていうかなんかもうちょっと違うもんになる、うん、違うもんになってんねんけど、もうそれも面白かって、うん、のさっきのそのね出てた冷やご飯に卵っていう、冷やご飯に卵ね、あの家族にあんまり受け入れられないお父さんがやはるんですけども、うん、あとはあのメンマ、メンマ、はい、うん、シナチクね、はい、メンマにごま油、メンマにごま油っていうのもちょっとアイデア出てました、それちょっとなんか中華風な感じ、そうですね、それはあくまでもご飯に卵にメンマにごま油ってことですよね、そう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 、へえ、うん、だからメンマにごま油かけたやつをおかずにして食べてるってわけじゃない、ではない、もう乗せて食べんやろね、これは、
あとキムチ刻んで乗せて食べる、うん、まああるもんね。まあまあ、牛丼屋さんでもキムチ乗っけてるやつあるもんね。ありますね、うん、それにまた卵かけりゃ、まあ、もう出来上がりですけど、ね、あの感覚なんやな、ね、なるほど、もううまい、うん、あと変わり種ではね、パルメザンチーズと黒胡椒、へえ、黒胡椒、あと出てたのはウスターソース、ああそっちか、ウスターソースか、ウスターソースかと思って、まあ目玉焼きに何かけるみたいな話もありますけど、それで出てきたのがケチャップもやっぱ出てきてた、うん、ケチャップなと思って、どうなんですかね、なんか和のイメージがあるからかちょっとこう違和感を覚えなくもない、そうやね、若干ね、でも、まあ、目玉焼きに皆さん、まあ、だって卵やからな、まあそうですね、ありはありやと。あとね、中学生の意見として、中学生の意見、はい、中学生一人だけ聞いてんけど、はい、練乳っていうのがあった、うん甘い練乳やって、うん、だから醤油入れんと練乳かけねんて、うん、だからデザート感覚、うん、たまにありますよね、そのなんかご飯物をデザート甘いく食べるっていう、うん、で聞いたんで、はい、やったわけ。あ、やりましたか、うん、実験。一応実験しとかなと思って、はい、他はなんとなく味の想像つくやんか。まあまあまあそうですね。実験しとかなと思ってやったんやけど、はい、おっちゃんは無理です。おっちゃんは無理かな。はい。びっくりした。そうですか。平成生まれからかな。びっくりした。もう練乳かかってるとこ、こそげて先食べてしもって、後に醤油かけて普通に食べたもん。うん、捨てんのもったいないしなと思って。それはやっぱなんかジェネレーションのあれがあるんですかね。なんかな。なんかその子曰くそのポテチ砕いてかけたりして食べる。ああ、まだそれはなんとなくわかる。まだなんとなく、はい、カラムーチョとかかけんねんって言われてんけど、うん、それはわかると。うん、練乳？そう。他なんかないかと練乳もかけるって。耳がもうわからないな。ね、なしかおっちゃんはダメやったので、はい、おっちゃんと大体近しい感じの人らはやめといた方がいいと思います。はい。それではぼち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 ね、もう腹立つ腹立つ言われながらもやっておりますので、腹減る腹減る言われながらも、そうやねん、なんかね、代わりに食べその出てきたもん、うん、この間のナポリタンの時もナポリタンって聞いてものすごいナポリタン食べたかったんやけど、うん、違うもんしかなかったんでそれを食べざるをえんかったっていう腹立ちがどうも多いみたい。なるほど。そうめん食べました言われたもん、うんうんうん、そうめんにケチャップかけようかな、さすがにそれはやめましたって言ってたから、うんうん、でもどうやろう、ちょっとなんか、なんとなく別にいるかもかなって気はするけど、ね、気はしなくもない、うん、なんかそういう腹立ちがあるらしいですが、ざまあ見やがれ思い知ったかそうそうね、それがまあ言うたら狙いやから、はい、ね、こっちは美味しく食べてますよ、そうや、残念ながらこれだからその空想レストランでこのままずっとやっていって、はい、うまいこと言ったら、うん、食べてないのに食べてる体で一回取ったろうかなと。なるほど。いつそれがいつだったでしょうみたいな。そう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 ね。もう10回ぐらいやった時に、うん、何回目は実際に食べてなかったでしょうみたいな。いいね。ちょっとやってみようかなと思って、はい、ね、今日は食べますよ。今日は食べます。今日はもうだってご飯の用意もしてるし、してるしね。卵もええやつ買ったから。買ったからね。ね、いいやつ。その辺は食べてるところを皆さん指を加えて聞いていただいて、はい、ね、怒ってください。はい。はい、それでは作ります。いうか、まあ、ご飯が炊けました。炊けた。炊けた。はい。まあね、今回卵はね、はい、石本さん家のこだわりま卵で広島の農家さんが作ってはる卵なんですけども、そこまでいかんと買えない卵っていうのも紹介してもしょうがないので、そうですよね。これはどこで？某スーパーチェーン。ヨウヨウも俺もおかしかったね。ちゃんと言うでへん。で、普通に買える卵です。はい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 、の中で最近私が気に入ってて、うん、食べてほしいなという。なるほど。
黄身がねなかなか美味しい。黄身が美味しい。でプラス白身にもちゃんと味がある。白身にもちゃんと味がある。珍しいでしょ白身の味がね。卵の味がちゃんとする卵です、うん、みんな楽しみだな、お腹が鳴ってますお腹がぐるぐる言ってますプラスですねプラス、今回ご飯もなかなかこだわっております。こだわりました。ご飯はちょっとこれ手に入りにくいのかな。あ、そうなんですか。あの滋賀県産のね、滋賀県産自然耕米と言いまして、自然耕、耕は耕す、耕すやね、自然に耕す。普通あの田んぼにするときに、はい、こうある程度こう土を耕して、はい、柔らかくしてそこへ植え付けるんやけども、そうです、ね、この自然耕のお米はですね、はい、耕さない、耕さない、自然田んぼを耕さなくて硬い土で、はい、無農薬で、はい、植えて、うん、もうほぼ野生化した稲、なるほど、から取れるお米や。強いんかな、強いんか、ね、なんか強いんやな、うん、新米とかやと、うん、ご飯あの水の量をちょっと減らし気味にしんと柔らかかったりするやんか、うん、そうですね、うん、それがない、それがない。もうねあのちょっとぐらい水が多く入ってても、うん、もうええわ、うわもうお腹減ったわもう嫌や、とりあえず食べようかとりあえず食べようか、ちょろっとずつのがいいんちゃうね。そうやね、ちょろっとずつ、これぐらい、これぐらい、そうですね、まずでもどうなんですかね、まずは、うん、普通に、いやもう最初から飛ばしていくよ、最初から飛ばしていくの、最初から飛ばしていくよ、普通にこう、はい、卵、はい、いただきます。いつもながら事故りそうな感じなんですけど、事故りそうな感じやけどもういいよ、はい、これうちらあの手で食べんの、手で食べんの忘れてた、ちょっと待って、大事なもんないよ、事故です、喋っといて。あの要はあのお箸たるものがなかったです。このままでは我々は手でぐちゃぐちゃとやって食べなきゃいけないことになる。はい、来た、はい、来た、はい、来た、はい、来たよ、もういい、もう食べたい、早く食べたい、はい、まあ、とりあえずね、とりあえず、普通に、そうですよね、このだし醤油をちょっとかけて、はい、かけて食べてみようかな。そうですね、はい、まずはね、まずは普通に、普通にこの卵とご飯を味わってみよう。これさ、その醤油を先にご飯にかけて、うん、まぶしてから卵を乗せる人もいるよね。俺、うん、結構それもすんねんけど、うん、どっちかというとあとお湯からかけようかな。あの卵に醤油混ぜてかける人もおるやんか、うん、なんかいろいろやね、その順番も、うん、今堀江さんもぐるっともうだいぶ混ぜて、もう混ざってる、俺今あんま混ぜてない感じ、あんまりそっち系ぐちゃっとしてない感じ、そっち派、はい、俺もう混ぜてジュルジュルしてた、ジュルジュルにしてる方、もう、いただきまーす、おいしい、おいしい、普通2枚はもうええよ、普通2枚ももうなんかいい、うん、もういいよ、もうもうごめんごめん、終わろうかだってうまいんやもんあ、これこの卵うまいよ、おいしいね、この卵、これね、これ卵だけでもおいしいよ、あのね、フレスコで買ったと思う、あのフレスコで、うん、うん、うん、別にいいんじゃないですか、まあいいか、うん、買えるっつってんやからね、怒られはしないでしょ。ここにですね、じゃあ何からいこう、さっきちょろっと出てた、はい、塩昆布出てなかったっけ、出てへんかったと思うので、出てないか、うん、あのまあそれもちょっとこうお話いただいてたんですね、はい、塩昆布の塩味だけでこう食べる人もおるよ、なるほど、これを、あ、うん、塩昆布、昆布、うん、これをこれで、うん、うまい、うまいよ、なんやろね、うん、こうさっぱりしてるね、うん、あれね、薬味やね、そうですね、おかずじゃないね、おかずではないね、あとこのね、醤油まぶしたこう、はい、ちょっと七味も入ってますが、はい、おかか、これももう定番じゃ定番やね、うん、おかかきた、うん、だってこんなもんほんまに美味しいに決まってん、美味しいに決まってんまずわけないもん、まずわけないもん、うん、とりあえずワンクール終わった感じやな、おかわりうん、うん、食いすぎか、どうなんでしょうね全然まだまだいける、全然まだまだいける、うん、とりあえずもう卵は消費したね、はい、1個ね、うん、ここね7個入ってるんですが、こんなんすぐよ、すぐやね、うん、ご飯もすぐやで、これご飯すぐやね、もうあとワンクール分しかないんですよ、ね、はい、はい、3クールで終わりです。でですね、はい、はい、これ卵、ね、はい、卵2回目よいしょ、ちょっとずつそう変わったやつをやっていこうかな、はい、あ、落ちた、はい、
よく堀江やりますのが、はい、何すかそれ、何すかそれ、ニラ醤油、ニラ醤油、刻んだニラをね、はい、2日ほどその醤油に、つけとくと、もうこれはうまいよ。それもなんかもうそれだけでいけそうなの、うん、これだってこれをご飯にのせるだけで全然食べれるもの。あの庶民ユージご飯好きなんで、うん、別にご飯卵なくてもいけるからね。コンセプトコンテから覆すなよ。そうこれがね、うん、あ、うまいやろ。変な声だ。これはすごいな、うん、これはキラーコンテンツよ。これはすごいな、うん、同じこと2回言うだけで破壊力もすごいやろ。なんやろ、まあ、やっぱこうなんていうのかな、ご飯が好きな人ってこう、うん、やっぱりこうちょっと味の濃いものが、うんうんうん、で美味しいご飯を食べるっていうのがあれなんで、はいはい、これちょっとこう刺さるぐらいの味の効いてるもんがパンチ、ね、とご飯っていうのは、うん、これはちょっとなかなかエッジが効いてるでしょ。これいいな、これいいですよ。これをですね、はい、エッジを効かしたままで食べるのもいいんやけど、うん、ここにですね、はい、何それ？オイスターソース。オイスターソース？ちょっと甘いめにこうね。オイスターソース？うん、大丈夫なこれ？これね。大丈夫な？いいよ意外とこれ。いいの？じゃあいただきます。これはね。あ、また違う感じ。うん、この甘みが来るでしょう。うん。あ、これもうまいね、うん、はい、もう定番にうまいんだけど、あとですね、何行こう、なんかいっぱい並んでるよここね。まあ知り合いのシェフに教えていただいたのが、はい、パルメザンチーズ、さっきチロッと出てましたけども、うん、パルメザンチーズとチーズとパルメザンチーズとトトトトトトト、粗挽き黒胡椒、粗挽き黒胡椒トトトトトね、かけるらしいんだけど、はい、私さらにここに、あ、ここにさらに、オリーブオイルちょっと、それなんかこう、こうカルボナーラやんこれ。そうですね、卵やもんね、うん、あの炊きたての柔らかいご飯に卵をまぶすとちょっと固まるやんか、うん、それにこれするとねめちゃくちゃうまいよ、うんうん、違う国行った、うん、違う国行った、あ、うまい、うまいね、うん、違う国に来た感じよ、うん、さらに、さらに違う国行こうか、さらに違う国、はい、ザーサイ、ザーサイ、ザーサイをちょっとこう食感がそう面白くなるやんか、これにね、はい、これにごま油を、ごま油かけてみたりなんかして、ずっとすると、トトトトするとですね、これはもうやっぱまた違う国、ね、違う国行くよねこれ、多分これはかなり違う国よ、近くて遠い国になるよ、うん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 しか言わない。どんなラジオやねん。まあまあグルメレポート下手くそやろお前らっていう感じですよね。うん、だってもうこれうまいんやもん、関係ない俺、うん、食いたいだけやもん。これね、噛むと味が出てくるやんか、うん、そのザーサイとかって、はい、これあの勧めていただいたメンマも、麺もちょっと、じゃあ2名かな、麺もあるんですが、こう噛んで味が出てくるものを入れると、うん、あのところどころにちょこちょこと顔を出すので非常に美味しいです、美味しいね、うん、うん、はい、2杯目なくなりました、だいぶ終わったね、うん、でですね、もう第3クールこれでもうご飯は終わりですけど、終わりやけど、何やったらもう炊き直そうかぐらいの勢いがあるんけども、はい、最終的にですね、はい、何がやりたかったかいうと、あの北海道の人ってさ、はい、北海道の人っていうかその北海道の子供って、うん、あの食欲ない時って、はい、バターご飯なんて、バターご、あー、お母さんバターご飯してってその風邪で食欲なかったりすると、はい、言うらしいわけ、はい、でね、農家さんごめん、卵かけご飯に、はい、まあ、バター入れるとこまではなんとなく、なんとなくわかるやんかいさ、うん、うん、こいつらまあ入れよるやろなっていう感じやんかいさ、うん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 、ちょっと混ぜるで、はい、な、混ぜとこうかな、うん、これバターをね、
はい、シーン、あの、うん、ラジオです、ラジオです。バターをこう乗せてね、はい、これだけで食べてもいいんやけど、うん、ここにうわ来た、今開けたって感じやけど、今開けたっていう音しましたけどね、塩辛ですね、塩辛来た、イカの塩辛、これをですね、ちょっと乗せる、はい、ちょっと乗せる、はい、バターに塩辛、塩辛、ん？これね、これはいや美味しそうやで、うん、これねあかんよ、これプリン体に油やもん、うん、それ何があかんの、ね、もうあかんよ、大人な病気になるよ、うん、来た。なんやろな、あかん味してるよね、まあ明らかに体悪くなる感じ、うん、でも美味しい、だってこれ1日1回こんなもん食べてたらね、絶対もう体悪なる、体悪なる、うん、こんなことしたら絶対あかん、残念やな、うん、で、ね、これ持ってきてくれたの、これと、ゆうちゃんはこれなわけ、これあのお醤油の代わりにこれどうっていう感じ、あ、なるほど、じゃあこれは最後にして、うん、こっちだけにしようか、はい、これなんすか、これ岩塩、岩塩、なるほど、逆にね、シンプルにね、うん、シンプルね、卵に塩っていう ね、 塩ね、だから言うたらゆで卵やから、そうですよね、ね、こうこれあまりこう余計なことをせずにしない、味だけをつける、そうそうそう、ああ、まい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 、逆に、ああなるほどね、卵の味がちゃんとしつつ、そうですよ、味もちゃんとしつつというね、岩塩がポイントね、そんな普通のなんかあの食塩ダメですよ、塩化ナトリウムで分からんけどね、そうじゃない、なるほど、岩塩で最後にですね、このよくある割烹白だし、これ残れええかもね、多分ね、まあ、だし効くからな、そうなんですよ、でだし醤油よりこっちの方が多分、うん、あの味の調整しやすい、ね、しやすい、お醤油じゃなくてあえて白だしオンリー、なるほどなるほど、うん、ほらほら来た、料亭の味、料亭の味、だし巻きでこれ出てるか分からない、だし巻きや、だし巻きやな、ほんまやほんまや、だし巻きやな、なるほど、うん、こう、まあここにメンマ入れようかな、食べちゃった、うわ、いやうまいね、おいしいね、いいね、で塩も白だしもなんかどちらかというとシンプルに、うん、うんうんうん、そんなにそんなにこうザクッとくる味ではないけども、ね、でも逆にこう卵の味がすごいはっきり出る、はっきり、うん、こう美味しい、美味しい卵でいきたい感じだね、塩いいね、塩いい、塩大好き、うん、ので、ごちそうさまでした、全部食べちゃった、全部食べちゃったよ、一応これ2合炊いたんですが、2合一瞬まだもうだって紹介してないのもある、あるよ、 どうすんの、どうしよう、とりあえずやっちゃう、まあ、とりあえずやる、やろうか、もう一回炊きます、もう一回炊きます、2回目、ネギター、緊急対策、緊急対策、あのね、いわゆるチンですわ、チンご飯や、チンご飯でやけど、これでも美味しいよ、多分絶対美味しいよ、そのさっきの自然光のお米がどうのってどうやったんやって話だけどね、うん、これでもう十分、美味しいはずなんですが、よっしゃ、最後ね、最後私がよくやる、よくやる天かすね、天かす、天かす、これね、おたふくから出たら天かっていうね、うん、イカ天入り天かすってやつが、イカ天入り、これでないとあかん、へ、普通の天かすではあかんね、イカ天入り天かすっていうのがこれね、これに、これにさっきのあの白だしあるでしょ、白だし、あれをねかけて食べてみ、イエス、びっくりするよ、びっくりするの、びっくりするよ、イエス、これをね
くだいぶ事故やな。だいぶ事故か。だいぶ事故やな。いや、ええねやん。大丈夫かな。うん、よし。だってもうあの嫌がらせやから言うたら。そうやね。うん。これをね、まだそのカリカリが残ってる状態で。きた。うまいでや。これは何やろ。ものすごくジャンクな味になるやろ。うん。なんか天かす入れるだけでこんなになんかそのなんやろね、味のオゲレツになるのはね、オゲレツなんかインスタントっぽいもん食べてるよね、うんうんうん、でもなんかここ味に依存しようみたいな、ね、面白いよこれ、うまみがね、うん、すごいな、おいしい。これあの今日ね、はい、あもうちょっとそこで止めといてくれる、ういちょっと残ってるけど最初出てに、ほいしたいことがありまして。何？俺ようやんねんけど、ほい、この卵ご飯の上に、うん、まださらに何かをかけます。もうかかってんのに。まあかかってんのにまだかけんねん。かけんの、うん、で締めるっていうね、卵かけご飯を締めて食べてるはずやのに卵かけご飯を締めるっていう、もう一回締めるっていう、うん、わけのわからんことをしますので、はい、ちょっとその準備をします、はい、します。3回目できた。締めの締め、今日えらい長いよ、今日長いよこれ。これね、え、卵かけご飯に何かかってんのこれ。中華スープをね、へえ、ドバッとかけるんです最後。ほう。でちょっとこう卵がこう固まったり、ね、溶けたりとかしたのをね、うん、ガサガサっとね、ガサガサっとうまくないわけないよね卵ならちゃんとするやろこれ、うんうんうん、でさっきかけたね、うん、天かすがね、うん、そうですね、ここに来てええ仕事しおるんです、うん、変な音ばっかなってるけどねあのね、おいしい。一回ねこうやってみてください、うん、卵かけご飯の最後に最後になんかスープかける。そうやね、お茶ではあかんねんこれ、まあ、だしの効いたもん、うん、あのお茶漬けの素でも意外と美味しいよ。あこれ、うんうんうん、はい、ごちそうさまでした。いやー、いやー、食べたね。もう卵7つなくなっちゃったの。米もね、うん、2合と2合とちょいちょい食べました。食べましたね。すごいね。まあまあ食べたね。まあまあ食べた。うん。最後に締めまで食べてね。こんななるよそら。どんなどんなが分からへんでしょ。うん。知ってる人は知ってる。知ってる人は知ってるけどね。おおむねなんていうんですかね、あの熊が2匹みたいな感じかな。うん、まあ分かるわ。うん。こう食べてたらそらそうなる。なるよ。うん。まあしょうがない。しょうがない。ね。いや今日良かったね。良かったです。良かったです。あの2回目卵かけご飯。うん。あれ今日は評価せえへんの？あ、今日評価か。今日評価難しいけどね。どれを評価しよう。もう評価もクソもないねこれね。ね、美味しかったっちゅうことで。美味しかった。今日は評価いいです。もう2回目にしてもうこなんかもうあのコンセプトが全然もうブロックになっちゃってるけども。うん、もう卵かけご飯が100点満点です、うんうん。これだってもう評価しようないから。うん、そうそう。ね、もうだからいろんなね。まあだから夏としたらさ、うん、卵かけご飯にさっきのあのバター塩辛を、うん、乗せて、乗せて食べるのを出そうかなと。はんはん、ニラ醤油とかも横に置いといてほしいね。ていうかまあ置いといたらええんちゃう全部。あ、そうやね。塩はみんななんかそうやな、トッピング用の感じで。だからそう、卵かけご飯セット。セット。これに味噌汁と漬物で。そうそうそう。で周りにこういろんなこうトッピング用のアイテムがこう、そうそうそう、周りにこうあってね、で好きな感じで食べてもらう。らうね、そういいね。それはおいくらぐらいでいきますか。普通のこの卵かけご飯屋さんの、うん。やつでセットで、これで、タンクマで350円。それは卵ご飯と卵とご飯と、うん、味噌汁と漬物、漬物で350円、うんうん、350円。でも こっちあれやもんね、ちょっとトッピング用のアイテムを、トッピングがすごいよ今、アイテムをつけるからね、偉いことになってる、偉いことな、まあ、つけなくてもつけても OK な感じだからね。そう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 。これなんどうや、500円ぐらいでいくか。500円ぐらいかな、いくか、いけるね。ね。いけるいける、はい。最後のもちろんあれですよ。あのスープ割りもあり。スープも出てくるからね。はい、スープも出てくる。500円で。ね。
前回ナポリタンに続き、卵かけご飯セット意外といい感じで、いつか、どこかで、あなたのやれたらね、嬉しい、前に出てくるかもしれません。意外と近いかもよ。意外と近いんですか。意外と近いかもよ。意外と近いかも。ネタ揃わんうちにやることになっちゃうかも。なるかもしれんね。もう卵かけご飯とナポリタンしかない状態でないけども、はい、でですね、とはいえ、はい、3回目次回もうねすぐ撮るんですわ。もうすぐ撮るの、うん、言うてる間にと思うね。言うてる間にもうあと、まあまあこれ前回からもそんなに立てないから、ね、立てないじゃん。前回のがなんか2人で面白いから、うん、早よ出そう、早よ撮ろう、あと早よ美味しいもん食べようみたいなね。でまあ次はあの1週間ほどしたらね、はいはい、今度はゲストを呼びますか。ゲストに来ていただくことになりまして、これゲスト呼びますか。ここにねゲストが来る、どこに座らすんやっていうね、どこに座んねんっていう話なもんなるんやけども、はい、まあちょっと無理してでも座っていただいて、はい、えらいべっぴんさんが、来ますよ。ラジオやから見れへんけど、見れへんけどね、写真とかも全然載せへんけど、まあ乗せへんから、まあ、うちらもだからもう、うん、熊とか言うてんと、まあまあ男前や言うことにしときましょう。そうですね、見えへんやからね。そこそこ男前です。そこそこ男前で、はい、あの熊とかじゃあ違う違う、熊感はなんかワイルドな感じ。そう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 、肉食系ですよ、うん、今からはもう逆に肉食系ですよ。そう、もうあの君を食べちゃうぞっていうね。今日の卵とかかってるんですよ。かかってんねや。ほんまか、かかってんねや。かかってんねや。いや知らんけど肉食系やけどお米大好き。ほんでまあその美女と相談しましてですね、はい、次のテーマは豚の生姜焼き。きた、これはこれごめん今日ね失敗した、はい、失敗したの。ご飯の量足らんかったな。足らんかったよな、うん、あのやっぱりゴンゴーは炊いとくべきや、ね、そうやね。次だからもう3人なんで、3人ですよ、もうあんなちっちゃいのじゃなくてちゃんと炊けるやつ。いくらべっぴんとやさ男2人とはいえ、うん、食べるやん。そんな2号とかでは、うん、生姜焼きやもん。生姜焼きやもん、そんな、うん、べっぴんとやさ男、やさ男、やさ、もうわしわし食べるからね。はい、まあだからそのね今回卵かけご飯の時もいろいろご意見いただきましたけども、はい、次の生姜焼きも、まあでもどうかしようがあるんやろうか。いやいやあるよ、あるんや、あるよ。そうなんや、まあ、だってそのね肉どんな肉とかっていうこだわりもあるしね。なんかテクニック的なこともあったりするのかな。そうそう、甘い方がいいのか醤油辛い方がいいのかみたいな話もあるしね。なるほどね、そうか、付け合わせの野菜はこれみたいなもんね。お腹減ったな今答えということなんで、はい、はい、じゃあ、次回豚の生姜焼きをお楽しみにしてください、はい、今日はごちそうさまでした。